はい。というのでね、コークロの続きなんですけど、今回はね、自我についてです。自我。で、最初に言われていることは何かっていうと、人相と人柄は一致するという話から始まりますと。で、つまり人の見た目と、ね、中身、どんな人か、性格かっていうのは一致すると。僕はね、これ聞いてね、って思っちゃうんですけど、僕はそうでないと思っちゃうんですよね。で、なんでそうでないって思っちゃうかっていうと、最近の人間関係は希薄だからじゃないかと。昔はもうちょっといろんな人と、交わっていたと。でもそれが近年なくなってきてると。いうことで、人相で判断する機会が失われて、人相で判断する力が養われず、損じたんじゃないの？っていうのが言われていると。っていうのも、言ってみたら、人相ってのは外側ですよ。外見。それは美しいとか醜いとかじゃなくて、まあ、自分がいいと思う雰囲気を持っているかとか、そういうもんですよね。なんとなく真面目そうな感じとか、そういうもの。人柄っては中身ですよね。で、さっきじゃねえな。人間は美しさとか、顔の美しさじゃなくて、性格で決めた方がいいよね。とか、人の顔つきじゃなくて、顔つきで判断しないで、本当のその人の中身で見た方が、考えた方がいいよねっていう考え方をしてしまいがちなんだけども、別に人相って生まれついたものじゃなくて、その人のやってきたこととか生きてきたことっていうのがある程度積み重なってできるものでもあるわけですよ。まあ、これは書いてなかったけど。そうね。そういったところを読み取るっていうのが、まあ、人相を読むことであるし、そういった人柄が人相に滲み出てる。そこを読み取るっていうことがある程度必要だったりするわけですよ。で、それをする機会がないほど人間関係が希薄だから、人相というものを判断材料に使えなくなってきているし、ひいては一致するなんていうことを言わなくなってきた。っていうのは一つ言えそうですよね。例えば戦時中だってそうだと。軍部の内側で言ってることっていうのは、相手の国っていうのをやっつけようとか思ってる、あ、い、言ってるわけですけど、だけど、外側の動きっていうのを見てみれば、そのリズムとか、やってること、文体とかね、文章の文体から、なんか怪しいんじゃねえのって気づけたんじゃないかと。なんか矛盾してんじゃないの？なんかおかしいんじゃないの？なんか一致しないよね？やってることと、外側のことと。気づけるようなものであれば、その場合、は軍部に騙されたんだっていうんじゃなくて、違うと。国民が考え間違えたんだ、解釈を間違えたんだっていうもんじゃないの。だって外側の文体のリズムなんかで分かったんだから、それが分かれなかったっていうのは騙されたんじゃなくて、気づけなかったんだから、間違えたんじゃないのって考えられると。で、これは難しい話です。これでこうだから、こういう顔をしてるから、悪いとか、こういう顔をしてるからいいとか、こういう表情だからどうだっていうことはできない。どうするかっていうと、結局、人と会うこと、関わっていくことで自分の美意識を信じて、相手を判断する必要がある。とっても難しい話ですね、これはね。定義とか公式がないんですよね。そして、相手にそうされてしまう、相手にそうやって判断されてしまう自分の変えようのない人相というものでね。結構難しい話ですね。言ってることは簡単なんだけども、やるとしたら難しい話ではある。けど、なんとなくわかりますよね。人間のその中身が、外側の表情なんかに出てくるっていうのはありますよね。残念ながら人格は良くも悪くも簡単に変えられるものではないと。だけど、そこで、外側と内側っていうのはうまく変わるもんじゃないよねっていう干渉を経験して人は自我を意識するんじゃないかと。これで自我の話になるわけです。どうやって自我を意識するかっていうと、認識するかっていうと、外側の存在なんですよ。自分っていうものがある。表現したい。でもできない。なぜできないと。っていうところから、まあ、入り法ではないんだけど、自分を表現できないの存在のおかげで、自分という存在が際立つわけですよ。これ一つ反抗期というものでもあったりすると。そして家庭や社会に反抗し出すと。自分を表現したいとか、うまく、
分かってくれてないってことですかね。でもこれを突き詰めていくと、もちろん家庭とか社会とかそういうものも変えられないよね、自分とは違うんだよねってことで分かるんだけども、それ以上に自分もまた変えられない要素を持ってるんだと。それは才能であったり見た目であったり遺伝だったり何だったり性格だったりっていうことですね。その反抗期に入る子って、まあ10代真ん中らへんですか、その頃にはね、もう人格もそうだしね、いろいろね、身長とかもそうだしね、変えられないものがあるなってことに気づく頃ではありますよね。っていうのを家庭とか社会とかとの干渉によって気づくということであります。社会を見渡すことで自分と違うものを見つけると。そこで、あ、自分っていうのはこういう能力を持ってるんだ。ああ、こういう能力は高いんだ。とか、こういう能力は低いんだ。っていうふうに気づくと。ということで、自由平等っていうのは、実現しにくいですね。だって人は違うんだから、人それぞれ。これを理解して、初めて人は宿命っていうのを考えることができるようになると。これが難しいわけなんですけど。どうなんでしょうね。自分というものがある。自我、認識する。人とは違う。変えられないものはある。これをまず受け入れるって言うんですよね。変に執着しないで受け入れる。そして人は、その先の宿命っていうのを考えることができるようになる。ちょっと私は難しい話だけども、まあこれを踏まえた上で次回ってわけですね。ちょっと次回はまた他の機会で。